今日はね、久々に、はい、ワッツっていう、まあ、100円ショップなんだけどね、はい、そうそうそう、昔一度来たことがあるんですけど、はい、まあ、100円ショップにお買い物したいと思います。はい、行きます。うん、レッツゴー。みなさんこんにちは、ソリちゃんのジミとまたやられたんだけど、私じゃない最初は。あ、そこはちゃんとお姉さんの威厳があるわけね。いや、だって昔から私が最初だった。そっか、なんか私がいい。みなさんこんにちは、ショリーちゃんのしほとミミです。はい、ってこれがしっくりくるよね。いいですか、はい、先言いたいのでしょでしょ。はい、はい、ということでね、今回はね、ワッツってお店に、あ、前撮る、前撮るか、行った時に撮ったと思うんですけど、ワッツっていうお店に行ってきたら、なんと1万円超えてしまいました。今回は1万円チャレンジとしてですね、購入品紹介をしていきたいと思います。まさか1万円超えるとは思わなかったんですけど、まあね、家族で行ったっていうのもあるし、あとね、100円じゃないものも多くて、普通になんか雑貨屋さんみたいな感じだったよね。ということで紹介しまって、あとね、はい、いつもながらにね、リミちゃんのね、あれがすごかった、購入意欲っていうのね。いつもリミさん、あんまりさ、欲しいものないって言ってさ、あんま買わないんだけど、今回はリミちゃんがすごかったんですよ。一番最後まで選んでたよね、リミが選んでたね。じゃあリミちゃんに先に紹介してもらいましょうか。一つ目、うん、箱、はい、箱、なんか小物入れみたいな感じ。そう、なんかリミが選ばなそうね、選ばなそうだけど自分で今回はなんか買ってみた。そう、今回リミちゃんね、ちょっと机のね、上をね、片付けようっていうことで、ちょっと模様替えも兼ねて、そういうものが多いんですよ、うん、はい、はい、次どんどん行きましょう。次あ、コップね。これはリミちゃんが使うそうで、これリミのだよって、使わないでねって言ってました誰も使わないから大丈夫ですよはい、次飾り。あ、そう、これね、コロンの誕生日の時にしようと思ったんだけど、あ、ちょうど角があったからいいんじゃない。じゃあそれでいきますか。今度じゃあシボンの誕生日の時につけよっか、ね、せっかく買ったからね、うん、次ストローを押さえるやつ。そう、なんかこれストローを固定するっていうか、飲みやすくなるみたいな、ね、初めて見た、ね、うん、今度使ってみましょう。なんか買ってみた。はい、次、かき氷機。はい、これはなんとね、100円じゃないんですよ。言っていいですか。いいですよ。なんとなんとなんとです。めっちゃ食べるやん800円でございます。はい、この時点でも100円ショップじゃないやってなるんですけど。これ飲みたい。ん、カフェオレかき。そうでね、このね、中に何、トレーっていうの、製氷機っていうの、うん、もう入ってて、うん、開けてみる。なんか面白い形してるんだよ ね、 そ、 うね、それにジュースとか、かき氷にしたいものを入れて凍らしてでやらなきゃいけないっていう。そうそう、これこれこれ、蓋が1個しかない。あ、あった。あ、2個あるよ。じゃあ2種類一気に作れるってことかな。結構ちっちゃい。うん、結構ちっちゃいね。だから1人分でしょこれ。うん、1人分のかき氷しか作れない。どんな感じ、大きさ的にもちっちゃいのかな。めっちゃ落とす。まあ作り方的にはね、こんな感じなんですけど、普通にね、でも、こういうなんか美味しそうな感じのが作れるみたい。みたいな。美味しそう。コーヒープラス牛乳カフェオーレがいいんじゃない、リミちゃん。
ね、コーヒーを凍らせて、そう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 、牛乳を凍らせて、うん、かき氷でなんかうおーってやると、そうそう、ね、カフェオーレのかき氷ができるっていう感じだね。すごいね。うん、ボロボロいいじゃん。おお、こんな感じ。今度作ってみましょうか。これで食べるのかな。うん、そこに出来上がるんじゃない？で、それで食べれるのかな。ここを押さえないとダメ。うん。ぐるぐるぐる。今度おやつ食べてみる？食べてみるよ。次。はい、次行きましょう。いいね。大丈夫だなと思って。あ。リですね。そう、あのね、にあのリミ、R だけ大文字にして、他は小文字にしてみたんだよね。かわいいかわいい。なんかこう全部大文字だとさ、リミって感じだけど、なんかこう小文字にすることによってちょっと可愛らしい感じ。じゃあ大文字するとリミだけど、うん、小文字にするとリミ。そんなイメージじゃない？リミが、うん、リミ。はい、これもね、飾るそうです。はい、じゃあ次、じゃあリミはちょっとこっち側に置いとく。リリリリ、お、なんかいっぱい出てきましたよ。おお、これはなんだ。ボックスですね。ボックス、水色のボックスが4個。はい、これ飾るやつね。うん、こういう感じで飾りたい、飾りたいの。よくない？うん。それでね、この中のやつめちゃ買ってきたよ。あ、そうそう、この中に飾るものをいっぱい買ってきたんだよね。魔女、うん、ワンちゃん、ワンちゃん、はい、ワンちゃん寝てるの。はい、かわいい。でっかいクマちゃん。おお、クマちゃんも来た。なんか持ってる。うん、植物、植物も来ました。これ本物じゃないよ。うん、偽物。そう、あ、また来た植物。植物、木、木、おー、へえ。ブロッコリーでかわいい。ブロッコリー、確かにブロッコリー。木、おー、それも植物。ピクニック、野菜入ってる。野菜なんだそれ。お花？お花？ピクニック。ハリネズミ、ハリネズミ。ピクニック。え、ピクニックじゃなくない？お城みたいなピクニックやつ。お城？お城みたいな。へえ、すごい。これはもう一つに使って、これはこれとこれと組み合わせる。うーん、よくわかんないけど、おしゃれな感じになるんじゃない？バケツ、お、バケツ、すごい、バケツ来ました。掃除だね。カエル、カエル、ブロッコリーに入れたいし、このバケツにね、カエル入れるの？カエル入れたいの。へぇ、埋もれて埋もれてますけど。なんか見えないじゃん。でもいいよ、いいの。怖い。怖いな、そのカエル。ランプ、おー、ランプ、すごいね、いっぱいあるね。めっちゃ買ったね、うん、はい、次、最後お、宝物入れですね。すごい、これで全部？うん、すごいね。これ逆になんかこの4つのボックスに収まりきれないかもしれないね、いっぱい。結構買ったよね。ね、結構買ったよ。でも楽しみだね、どういうディスプレイになるのかね。はい、ということで、続いては私が紹介する番で来ました。ということで、私が買ったものとママが買ったものとババが買ったもの3人分入ってるので、はい、頑張りたいと思います。お願いします。まずですね、カーペットクリーナー、こちら500円。はい、高くない？でもこれ超伸びるやつなんだよ、このだからこう腰を曲げないでもコロコロできるやつ。これね、昔あったんだけどね、なんか捨てちゃったみたいで。そうなの？これしか伸びない。ほんと？でもそれだけ伸びれば十分じゃない？うん、ということで、これね、ちょっとベランダとかね、最近ティッシュ洗っちゃったりするんで。
片付けるのに必要でありました。はい。はい。次、続いてはこちらです。あ、これはしほちゃんですね。こちら私が買ったクリア収納ケース。こちら600円もするんですけど、ちょっと開けてみますね。本当に可愛いんですよ。うん、結構大きいんだね。可愛い。見てください。もっと小さいかと思ってたけど、結構大きくてびっくりだった。こんな感じで、1、2、3、4段になっててですね。一段一段こうやって動くんですよ。すごくない？もうすごすぎてね、たまらない。可愛い。めっちゃ可愛いみたいな。うまくやらないと倒れるね。倒れますね。でも可愛い可愛い。え、めっちゃ可愛いねこれ。可愛い。まあね、まあイメージとしてはこんな感じ見えるかな。こんな感じになります。結構大きいね。もっとちっちゃいかと思ってたけど。あ、でもいいじゃん。可愛い。ね。めっちゃ可愛い。こちらをね、収納で使っていきたいと思います。はい。次は肥料ですね。肥料、これはなんかパパさんの買ってました。できた。ん？できた。できた。早っ。でも今映しちゃったらあれだから後でね。うん。はい。パパのです。はい。こちらです。こちら、あの白コロの写真、あの誕生日、はい、コロの誕生日の時にね使おうと思ってたメガネとヒゲです。本当だ。でもこれ本当に面白いよね。うん。あ、自分でつけるタイプなんだね。うん。じゃあリミちゃん、どっちがいい、メガネとヒゲ？ヒゲ。じゃあ自分でこうつける。あ、自分でつけんだ。そのためのテープそれ。だね。私メガネがいい。テープ入ってました。こちら。テープつけよう。これ写真を撮るときにこれでこうやってやるんでしょ？そう。おお。待って、リミ、このテープができる。できない。剥がれない。剥がれない。やってあげようか。で、リミちゃんの方はヒゲです。なんかこうやってやって写真撮ったりできるっていうやつ。そうですね。うん。よくプリクラとかにあるやつですね。そうだね。リミね、ヒゲね、初期なの。そうなんだ。あちもりの中でもちょっとヒゲつけてる。あー、確かに。確かに、つけてるはい、じゃあ次行きましょう。続いても、誕生日が。あー、そう、これね。今度、シロンの誕生日これから来るので、その時に使おうかなと思います。はい。はい、続いて、私のハンカチ。はい。2枚入りで100円。安いよね。うん。あと、これも誕生日グッズ。買える。はい、カエル可愛い。あのパパ大好き耳かき。パパ本当大好き。え、耳かきまた買ったの？そう、100均行くたびに耳かきが増えてる気がする。本当好きだね。あと私のハンドグリップ。うん、やるの？うん。運動するんだ。筋肉つけるってこと？うん。すごい。15キロ。貸して。すごい。頑張ってしほちゃん。頑張る。はい。続いて、簡単だよ。ハンガー。あ、これね。確かこれは5個ぐらい。5個ですね。5個買いました。続いて、ハサミ。それしほちゃん？私です。あ、そうなんだ。で、あと、箸です。あ、箸ね。はい。これもよく買います。続いては、300円するうんちくん。それ開けてみよっか。300円もするんだよ、でもこれね。おお、結構伸びるね。ちょっとうんちついてるから。え、めっちゃ長くないそれ。めっちゃ長い。かなり長いね。先生になった感じだね。ここはこうね。ちょっとカメラ、ここすごい。かわいい、かわいい。いや、僕はうんちだよ。これかわいいじゃん。みんなからうんちくん、うんちちゃんって言われてるの。でも本当の名前はね、うんち。うんこなんだよ。ねえ、汚い話はいいから、もううんちでもうんこでもいいよ。はい、次行ってください。次行きます。こちら、プリンカップです。しほちゃん、なんでプリンカップ
って思うじゃないですか。実は実は実はこちらです。プリンミックスも買いました。プリンを作るんですか。これでプリンを作ろうと思います。ね、裏にあるね、裏にあるね、かぼちゃプリンっていうのがマジで美味しそう、うん、ね、このプリン3個しか作れないんですけど、うちの家族4人なんですけど。1、あー、これね、3、4ということで、これママはめっちゃ気に入っちゃって、もうマジで可愛い。これサボテンのコップです。で、ここにね、ストローを刺して、そうそうそう、可愛くないこれ。めっちゃ可愛い。私も可愛いって思う。可愛いよねこれね。これね、お友達が来た時にね、うん、これで出そうかな。ね、めっちゃ可愛い、ね、今気づいたんだけど、ここだけないんだけど、どうだ。ここだけ見てください。ここだけ滑り止めがないです。普通ね、こうやって滑り止め、ストローの滑り止めがあるはずなのに、ないついてない。レアじゃん、やば。レアなのそれ、取れちゃったんじゃないの。じゃあレアなの。どっかに落ちてるかな。いや、レア、買った時からなかったっぽいね。レア。かわいい、ね、続いてはカレンダーですね。これ私が買いました。メモりたいなと思って。へー、メモるんだ、意外。見して見して。はい、次レモンだ。続いても強かった、ピンですね。あー、ピンね。U ピンとカールピン。はい、はい、ピンはね、何個あっても困らないので。あとこれね、あのカンカンに入ってるんですよ。うーん、だから目立たない、カバンに入れても全然、うん、全然大丈夫そうです。続いてもね、私のなんですけど、カッティングマット。これ、これね、あのね、あとね、あと2つ分ぐらいな、大きいのを学校で買って、うん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 、粘土板でしょ。そう、それはね、うん、私なんとね、うん、なんていうか、すごいキラキラになってしまいまして。あー、プラ板作ってる時とかに使ったやつでしたね。そう、それでですね、すごいボコボコしてたり、キラキラしてたりするわけですよ。なので新しいの買いました。多分学校で使わないので別にいいんですけど、うん、またプラ板するときにね、うん、はい、そうね。あの、このままだ机をやってしまいました。あ、そうね、カッター使うときにね、うん、だから細かいところはこういうちっちゃいのでやりたいなと思います。続いては私のなんですけど、書類ボックス。本当だ、これテストとか入れようかなと思って、うんうん、で、多分これからも使うと思うので2個買ってきました。はい、まあ1学期の終わり、2学期の始めですから、うんうん、まだまだテストとかいっぱいやるし、うん、プリントをね、しまえるって感じですね。はい、はい、続いても私です。こちら、こちらはですね、なんと教科書とか立てられるやつ、うん、なんですけど、これ金、銀で、金もあったんですけど、私銀にしたんですけどね、すごい可愛くない？可愛い。これ教科書シンプルだよね。なんかさ、白いのだとさ、結構いっぱいどっかのいろんな百均で見るけど、うん、なんかこれ金って珍しい、あんまり見ないかなと思って。しかもこういうデザインのやつね。ね、めっちゃ可愛いと思って。これでね、勉強とかもね、教科書立てたりできるかなって感じですかね。はい。はい。はい、ということで、続いてはね、こちらのライトです。ワークライトスクエアってやつで、押すとね、ここから光るやつ。これしかも立てられるんですよ、こんな感じで、こんな感じで、うん、でね、玄関とかに置いたりして、防災ですよ、防災置いたりしてね、しっかり対策したいと思います。で、あと活力剤ってなんだろう、これなんかお花が元気になる薬。お花が元気になる薬。はい、多分肥料と、肥料ですね、肥料の液体版みたいな。はい、続いてはママですね。こちらスリッパ。あ、これ言ってました、授業参観とか、多分当分ないと思うけど、授業参観とかに履いていくスリッパがもうボロボロだから、この買いましたみたいな。めっちゃ可愛いね、この柄めっちゃ可愛いです。あ、続いてもママです。
続いてはこちら。なんとこれマステなんですけど、見てください。これなんとデニムなんですよ。デニム生地のマステってすごい可愛いと思ってアムが買ってました。ね、ノートや手帳にもいいし、プレゼントとかにもいいし、瓶とか小物にもいいらしいです。これがラストですね。ということで、まずこれが緑ですね。で、これ私が買った容器、こう入れて飾りたいと思います。で、ママが買った容器、多分これママ買ってない、緑買ってないと思うんですけど、こうやって入れる容器です。私ほんとこれ気に入っちゃって、めっちゃ可愛くない？これお部屋に飾りたいと思います。ママこのレンガチックな、レンガチックな容器です。ありました。そう、これね、ママはこっちにしたの。ちょっとレンガチックのやつよね。ちゃんと説明はしたんですけど、こんな感じにしました。かわいくない？ほら、かわいい。いいじゃん。ママの方がかわいい。なんか言ったワッツっていう100円ショップで1万円購入品紹介をしてみました。皆さんもね、めちゃくちゃ可愛いものがあるので、めちゃくちゃ可愛いものがあるんですよなのでぜひ行ってみてください。はい、それではバイバーイ。バイバーイ。